次、マドリードの打ち合いの末ファーストレグは痛み分け。CL ベスト8して VS レアルマドリードにて。両チームのレベルが高すぎる。シティはハーランドよりフォーデンのチームやね。最近指揮道しちゃったにゃ、デブライネがおらんとほんと怖さがないチームになってしまった。疲労感については試合スパンエグいシティと仲良かのレアルであるのは仕方ない。マドリーの選手たち視野外からボール寄せるの上手すぎない？マドリーだけは世界で唯一戦術云々では語れないな。全てが理不尽。マドリー本当に子が強すぎる。こんだけ上手い奴集まってたらそりゃ強い。レアルマドリードさん、決定力ゼロ。やっぱりフォーデンは中盤の中央の選手、左 IH の位置あたりから動いてくのが一番いいね。フォーデンは今シーズンで完全に坂を上回ったと自分は思う。フォーデン覚醒しとる。フォーデン、細川隆史ヘアーとか言ってごめん。おとりとしては機能してるけど、ハーランド自体は全く怖くないし、なんかあんまりボール来ないし。マドリーのベリンガムとしてのハーランドが何もできてないのがちょっと気になる。消えまくってたハーランドだけど、ミドルレンジでシュート打てるスペースあるのハーランドのおかげな気もする。やっぱマドリー強いわ。